入るはずなんですが、はい、ご覧ください。いっぱいになって入らなくなったアイテムはこのように端っこのゴミ箱に運ばれてきているということが分かっていただけたと思います。いっぱいになってしまってしまいました。マグロ兄弟の普通のマグロと、毎度赤石のおっさんことマグニーヤでと仕分け機ですね。仕分け機、これね2つの仕分け機があって、実はですねこの仕分け機、隣接させても干渉しないんですね。今まで私がご紹介してきた仕分け機というのは干渉するんですね。それはなぜかっていう説明をちょっとやっていきましょう。いつもの普通の仕分け機をちょっとサクッと作っていきたいと思います。はい、このような形になります。まあ基本的にはですね、これから例えばですね、この3つあるんですけれども、まあここにですね、そうですね、じゃあ今回は、ディスペンサー仕分けることないだろうけど、はい、18と、1並べますよね。そうすると何が起こるのかというと、コンパレーターから1の信号が出力されます。今、ちょっと、ディスペンサー流してみると、ほらこうなるんですよ。ディスペンサーが流れてくると2が出力されるんですね。2が出力されて、でここの、トーチがオフになって、ここが流れられるようになるので、上からちょっとだんだん落ちてくると、でここにまあ仕分けられるわけなんですが、例えばですよ、例えばこのラージジェストがディスペンサーでいっぱいになってしまったとしましょう。当然ここのホッパーも仕分け機がパンパンになるという仮定でやってみましょう。このチェストの中もここもここもいっぱいになった状態で、でここの部分も例えば、じゃあいっぱいにしてみましょう。じゃあどうなるのか、はい、最悪なことが起こっております。どういうことなのかというと、ここがいっぱいになってしまったね、とすると信号がすごい強いのが出るから、隣、そうですね、相当な、例えばいっぱい仕分け機を組んでいたとしましょう、ね、このレッドストーンが光ってしまうとダメなんですよ。ここの列のほらこんな感じで周りの仕分け機にまで影響を及ぼしてしまいます。これが普通の今までの仕分け機です。まあそんなにたまることはないよっていう方はですね、今まで通りでいいんですけれども、まあこのようにですね仕組みが潰れてしまいます。例えばですよ、本当はねここに、このサボテンの仕分け機を作りたかったけど、ほらもう流れちゃって作れないんですよ。なんで流れちゃうのかというと、本来は作動しているはずのこのトーチがついていないからですね。はい、流れてしまうんです。仕分け機の機能を果たさなくなってしまっているということでございますね。はい、これが今までの仕分け機。いっぱいになると隣のものまで、影響を及ぼしてしまっていたけれども、新しいこちらはですね、このチェストの並び方に関しては、特にね気にすることないんですけれども、こっち以降ですね、この、羊毛の部分を見ていただきましょうか。この機構が1列分の仕分け機で、でこっちの機構がまた1列分の仕分け機ということで、隣接させても、いくら満タンになったところで隣のものに影響しないっていうのがこの新しい仕分け機です。マグクラ兄弟の赤石職人ことかける氏の、が考え出した仕分け機、バージョン 4.2 でございます。はい、それではですね、どのような仕組みなのかっていうのをねざっくりちょっと見ていきましょうか。横面から見ていただきましょうか。こんな感じ、はい、こんな感じです。ホッパーがまず2つあります。でこのホッパーからチェストの上に流れていくホッパー、これがそうで、でその上が、いつもだったら、18と1並べるホッパーです。これがね、はい、でその後ろにハーフブロックで、2つ目の、ホッパーの後ろにハーフブロック、そしてコンパレーターでブロックで、下はこんなようになってます。どのような仕組みなのか、ここにが光るとこのブロックに動力が渡り、下の、パウダーが光って、普通の仕分け機と一緒ですね。この辺りは一緒です。はい、ご覧ください。コンパレーターから出た信号がここまで来て、でリピーターでみたいな、でトーチを光らせる、トーチを消すという仕組み全く一緒ですね。このトーチがオフになる、これ今トーチオンになってて、このブロックに動力がいっているので、このホッパーは何を入れても流れません。流れないね。でこれを取ると、はい、サボテンがどんどん流れていっております。はい、仕分け機とはそういう作りなわけでございます。皆様、これを分かっていただいた上で、さらにご説明していきましょう。じゃあこちらの仕分け機、同じ方向から見てまいりましょうね。全く
一緒、ここは一緒で、ここまで一緒ですね、はい。で、同じように作ってしまうと隣と干渉してしまうので、こちらはですね、さらにコンパレーターをかませております。ここから出力された動力1で、またここで、同じだけの動力を出力するので、もらった動力と同じだけの、動力を出力する機能があります、コンパレーターには。で、あとはね、ちょっと1個ずらしただけです。向こうのこのリピーターのシステムをですね、ちょっと1個こっちにピコッとずらしたような形ですね。で、こんな感じになってて、で、リピーターから出力された動力はここに来て、こいつが光ってて、ここに伝わって、今度これをオフにすると。で、ここに動力が通っているこのホッパーには、ホッパーは何も通さないんだけれども、ここがオフになることによって通るようになるという仕組みでございますね。この2つの仕分け機を並べて作ると、こちらになります。じゃじゃーん。これがですね、完成形です。今回私が、本編の動画で作ろうとしている機構そのままでございますね。まあ、ちょっとね、全くこの通りには作りませんけれども、はい、このような形ですね、うん。一番下のブロックはもういらないでしょ、うん。ここはね、もうこの地面と同化させてしまえばただそれだけなのでね、はい、こんな感じですね。そして、ここから、あとはですね、皆様の好きなようにですね、チェストを設置していくと、例えば、かけるしからいただいたご提案なんですが、相当な量上がってくるようなのであれば、チェストをたくさん準備しておいた方がいいですよということで、こんな感じのつなげ方をするとですね、一列でね、小スペースでかなりの量をね、ストックできるよというふうな、提案をくださいました。で、このようにまたチェストを伸ばしてあげると、建物の中に隠しやすいよと。ね、こんな感じで、あとはもう好き好きにね、装飾すれば、かなりいいものになりますよということですね。そしてこの仕分け機、先ほど古い仕分け機の方でご説明しましたが、コンパレーターに対して出力するための今までだと、はい、18とこの、1234、22個、計22個ですねを並べるっていうのがね、お約束。今回はですね、ちょっとね、前にこの金床が置いてあります。この金床でちょっとね、細工をしてやる必要がございまして、今回こちらのもう仕分け機が完成しておりますので、ちょっとまあ見に行ってみましょう。それではですね、ここ開けると生マグロが仕分けられております。じゃあこの列は生マグロの仕分け機だということが分かっていただけたと思います。はい、それでは見ていきましょう。このコンパレーターにひっついているホッパーの中身を見ていただきます。じゃん、はい。通例通り181111と並んでるんですが、ここで肝、ここは普通のマグロなんですが、ご覧ください、金床で名前を変えた4つが並んでおります。はい、でここに18ね、でその下、ここにも細工する必要があります。見ると、普通のマグロと関係のないアイテムが4つ並んでます。この2つね、この2つは先ほどのやつで説明すると、ここですね、ここに、普通のマグロが18で、こうでもこの4つは金床で名前を変えてください。で、金床で名前を変える方法なんですが、はい、今ね4つ持ちました。4つ持って一気に名前を変更することが可能です。イエス、せーおい、はい、こんな感じで、T というマグロが4つできましたね。まあ、こんな感じで、簡単に作れますので、ここの、4つはですね、この T で並べてあげます、ね。で、その下なんですけれども、普通のマグロと関係のないアイテムを4つ、はい、これで、準備完成です。そういった仕分け機を何個も並べることによって、こうやって作ることができるということでございますね。それではですね、いっぱいになってしまった時の挙動を見てみましょうか。はい、それでは、こちらのものの一番端っこ、はい、これはですね、プリズマリンのかけらが入っている仕分け機でございますね。これもですね、例のごとくいっぱいにしてしまいましょう。はい、ここのホッパーまで、ここの流れ全部いっぱいにさせました。じゃあここいっぱいにしましょうか。はい、ここいっぱいにしても、まあとりあえず今のところ何も害はない。ここですね、問題はね。で、ここをいっぱいにしましょう。ここはいっぱいになりません、名前が違うから。いっぱいにしました。あ、そうすると動力が、はい、動力伝わってます。で、ここが消えてるけれども、もうこれ以上いかないから、はい、一体どういうことが起こるのか。
ご覧いただきたいのはこの手話機器の一番最後の部分、はい、サボテンかましております。サボテンのゴミ箱を作っております。これは別にどんなゴミ箱でもいいんですけれども、例えばじゃあここに、このプリズマリンが、はい、こんなに流れてきたとしましょう。本来であればプリズマリンのところに入るはずなんですが、はい、ご覧ください。いっぱいになって入らなくなったアイテムはこのように端っこのゴミ箱に運ばれてきているということが分かっていただけたと思います。どうよどうよ、標準語バリバリやったけど赤石のおっさんのキャラは定まれへんということは、とりあえずちょっと甘んじていただきましてですね、これが新手話機器の仕組みだよ。みんな分かっていただけたかな。うん、まあゴミ箱を作ったりとか名前を付けたりとか普通の手話機器とちょっとね、手間がかかったりするんですけれども、まあ、ゴミ箱に関しては皆様好き好きやっていただければいいんですよ。そうですね、溶岩使ったっていいわけですし、皆様の、やりやすいようにやっていただければいいわけでございます。で、今回作ったものを、このように、チェスト並べる必要もないので、地中に埋めて、チェストを一個だけ表に出しながらやるっていうことも可能です。例えば、でもね、今回のこの手話機器の需要としてはですね、やはり、ガーディアントラップや、皆様、そうですね、トラップタワーであったりとか、ああいったところでね、無尽蔵に流れてくるアイテムを仕分けるときに、壊れたらまずいというときのために考えられた、機構でございますので、そういったときに利用してくだされば幸いでございます。こちら、かけるし手話機器バージョン 4.2 でございました。ほな。